種を取るのが結構手間だ。ふとあの頃のように彼に食べさせてあげるつもりで作っている自分に気づいた。分けた汁を測ってとりあえず重量の 60% の砂糖を入れてみる。あまり甘くしたくなかった。何もかも決めないうちに煮詰まってきてしまった。煮詰めの具合は水に落としてぬるい玉になるくらい。ゆるく見えてもジャムは冷えるとかなり固まる。煮上がったジャムは透明感のない濁った濃いピンク色。焦げるのが怖さにかけ混ぜすぎるとジャムが濁る。母が言ってたっけ。料理は心を映す鏡よ。集中しなさい。怪我もするしね。これが今の私の心の色。ザル一杯のグミから小瓶三本のジャムができた。一本は早速翌朝開けてみた。いただきます。濃厚で少し渋みのある酸味の強いジャムだった。酸っぱ。